はい、いつもメッセージありがとうございます。ミスターマイアミさん。そして、このやりとりをご覧になっている、YouTube ファンの皆様、速稼塾の久保でございます。今日はですね、決意表明をいただいたミスターマイアミさんに、プレゼントする動画があります。それはどんな動画かと言いますと、はい、こちらですね。西アークライフ、N 国党、西アークラソンを国民に知らせると、NAK をぶっ壊さない。ねえ。この動画かなり洗練されてますね。いや、わかってますね。こういう風なね、のっかり系で、しかもいやらしくない動画をマイペースでしていくっていうね、こういう視点もいいんですよね。特にこの N 国党って書いてるじゃないですか。この N 国党って書いてるのが SEO なんですよね。で、西アークラソンを国民に知らせる党ってなかなか面白いタイトルをね、もじってつけてらっしゃって、掛け声も NAK をぶっ壊さない。いや、タイトルからしてとってもいいですね。はい。では、ちょっとね、視聴してみましょうか。はい、こんばんは。はい、んんは NAK をぶっ壊さない。N 国党、各西アワクラソンを国民へ知らせる党の山根です。というね、ちょっと N 国党さんの真似をした感じですけど。はい。私の場合は再生をいつも倍にしてますんで、2って書いてますよね。このダイヤルをね、クリックすると再生速度っていうのがありますから、これを標準とか 1.25 とかするわけですよ。私はまあ5倍ぐらいでやりたいんですけども、2倍までしか設定がないんで、この2倍でやらせていただきます。続き見てみましょう。最近ですね、僕がよく見る YouTube の中で、国会議員 YouTuber が NHK を壊す立花隆さんですね、あの人とかをの動画であったり、メンタルリストダイブさんとかね、動画をよく見るんですけど、その中でね、ちょっと気づいたというか、僕も YouTube をやってる中で、どういうふうに人気を得るのかっていうヒントをね、もらっているわけですよ。というのは、素晴らしいですよね。こういうふうにね、人気の YouTuber さんを見て、どこにそのヒントがあるのかなと、言ってみれば YouTuber ってほとんどの人が普通の人から来てるんですよね。まあ芸能人から来てる、なんですかね、田中敦彦さんみたいなね、YouTube 大学とはちょっと違いますけども、我々ほとんど本当普通の人が YouTube を恐る恐る始めて、出てみたら見てくれてる人がいて、見てきてくれてる人が増えたという、ただそれだけのことなんですよ。じゃあどこにですね、自分のそもそもアップロードした動画に気づいてくれる人がいるのかなとか、その動画を繰り返すヒントがあるのかなってことを、やっぱつぶさに見てると、その動画一本一本が一つ一話完結のようであって、ストーリー続いてるんですよね。だから続きが気になるんですよ。例えば私がですね、シリーズでチャンネル再生リストとか、再生リストで第5話とか第10話とかね、ナイトライダーシリーズとかやってますけども、あれたまたま第12話を見た方が面白いなと思ったら、1話から遡ってみるか、13話以降があるんじゃないかなと思って探すと思うんですよ。ということでね、チャンネル登録っていうのが有効になってくるのと、一貫したテーマを語ってるってこともね、かなりポイントなんですよ。まあ私の場合はすでにテーマがいろいろ分かれてましたけども、最初はもともとネットビジネスっていう一つのテーマでやってたんですよね。ネットビジネスって一つのテーマでやる前は、八尾井純七が宇宙人の秘密基地を探すみたいなシリーズやってたわけなんですよ。で、その前はですね、グルメレポート、広島グルメレポートっていうことで、外食するたびに動画を撮っていたってことになります。でね、なかなか当たらないなとか思いながらいろんなシリーズをやっていくと、あれ、このシリーズは自分がやったら当たるんじゃないかなみたいなのが、まあたまたまね、出てくるわけなんですよ。で、そこに全力投球するみたいな感じですよね。まあ今は結構ね、全力投球してるのが、いろいろ分かれてきましたけども、必ずしも再生数が多いものをやるってわけではなくて、自分のね、大好きなもの、自分がほっといても継続しそうなものをやるっていうのも一つのポイントであり、今回みたいに、山根さんがね、いろんな動画を見て気づいたことをアップしますみたいなのもすごくいいわけですよ。自分の気づき、自分の感想、これもですね、山根さんがどのように考えているのかってことが気になる方は、別のテーマも気になるんですよね。例えば山根さんが今回は N 国党のことを出してますけども、自民党についてどう考えているのかなって見解があったら見てしまうかもしれませんし、このアニメについてどう考えているのかなとかね、この映画についてどう考えているのかなとか、10代の女性についてどういうふうに考えているのかなとか、70代の男性についてどう考えているのかなとかね、そういうふうな人の考えが、人っていうのは気になるんですよ。私はあんまりね、人のことが気にならないんですけども、大抵の方はみんながどう思ってるかな、みんなが何を考えているのかなとかね、で気になるわけですよ。じゃあ自分はこう考えてます、多くの方はこう考えてます、こんなデータがありますっていうのがヒントになるわけですよね。じゃあ続きを見てみましょう。
最初僕もね、こう、エネコプトのその立花さんの動画を見たときに、なんじゃこりゃと思ったんですけど、こうね、今見てみると、それもやっぱりすごい、こう、あの方もこうメディア戦略っていうんですかね、を利用されて、そうそう、あのメンタリスト大吾さんも言われてましたけど、人気をこう得るためには、いいことでも悪いことでも最初にバーンとすごいインパクトを与えた、その後にこう正論であったり、自分が思っていること、正しいことを伝えていくことで、人気が出るという部分で、僕もね、こう少なからずというか、そういう部分をこの YouTube からこう勉強させてもらっています。はい、いいところがね、気づきましたよね。だから要するに何を言いたいかっていうと、最初きっかけとしてフックって言うんですけども、人の心にフックをかけるためにね、気づいてもらうために、いろんな派手なこととかどぎついこととか怒られそうなこととか、いっぱいやるってことなんですよ。で、悪事千里を走るって言葉がありますけども、最初になんだこりゃ、こんなやつ出てきて大丈夫かって、お前いい加減にしろよっていうふうなことを言われそうな常識破りなことをすると目立つんですよね。常識的なことをやると目立たないんですよ。で、目立った後に常識的なことを言うと、あ、この人なんかは結構真面目な人じゃんっていうふうに見直されるって形ですよね。これ多くの方がやってる戦略で、メンタリスト DAIGO さんが分析質問をしてますけども、立花隆さんもそのように政見放送でまず気づいてもらう、目立っていくっていうので、その次に自分の主張だったんですよね。で、これね、昔こういうこともありました。与沢翼さんっていうネットビジネス業界で有名な方も、最初はね、悪事千里を走るというのを使ったわけですよ。悪い評判だろうが何だろうが広まればいいと、2チャンネルに書いてくれてありがとうみたいなね、もう自分の宣伝を自動的にしてくれる。しかも人っていうのは悪いところに集まるんですよ。悪い噂とかね、ちょい悪なところにみんな集まるんですよ。悪事を働いているところを自分の正義感で叩くのが大好きなんですよね。まあそういうのを利用して一気に有名になって、有名になった後で、真面目にやっていくという形ですよね。ちょっとね、与沢さんの場合はインパクトが強すぎて、未だに悪人だと思ってる人もいるみたいなんですけどもまあ実際ね、与沢さんの商材とかを買ってうまくいかなかった人は自称被害者っていうわけですよ。でもここ真面目な話すれば、ビジネスってうまくいく人とうまくいかない人、投資って儲かる人と儲かんない人、必ず出るんですよ。じゃあ自分で覚悟してビジネスや投資をやっといて、損をしたら被害者ってなんだこれやって話ですよね。だからこういうふうな見解とかも確かにねっていう風なね、共感を呼ぶんで、動画の発信の元になるんですよね。まあ例のやつに関しましても、どういう風な皆さんがね、心理状態でいるのか、そしてその時に一番自分に向き合ってくれた人は誰なのか、一番意識したのは誰なのかってことがかなりインパクトになるんですね。その時にただ逃げる人、ただ助けてくれる人、あえて厳しいことを言ってでも助けてくれる人みたいなね、いろんな種類に分かれるんですよね。じゃあ誰にこれからもついていこうかなっていう風に考えていくかってこともきちんと、これね、メディア戦略なわけなんですよ。どのように知らせればどのように考えていけるかっていうのはもうロジックであって公式なんですよね。はい、じゃあ続き見てみましょう。この場合ちょっとね、頭が良くないので政治的なことはよくわからないんですけど、あのメディア戦略っていうかね、いうことをすごい勉強させてもらっています。その中でね、こう、なんだかな、もう一人面白い方が、N 国管理委員会ですかね、こうサーファーたかしさんっていうね、こう N 国党の立花さんとこう戦ってるんじゃないんですけど、こう やり合いをしている方で、長渕剛さんみたいにこうサングラスかけて、はい、ここもいいですね。今私がね、吉谷拓郎さんという方と1万を目指して億万長者合宿っていうリレーをやってますけども、時には私は吉谷さんのね、あのビジネス一辺倒をちょっと軽く叩くわけですよ。売ることが主になってませんかとかね、お金になってませんかみたいな、そんなインチキなツール、いいんですかとかね、それはちょっとおかしいですみたいなこと言うんですけども、それに対して、まあ、真面目にね、吉谷さんなりの見解を語っていただいて、要するにね、読者の皆さん、視聴者の皆さんが聞けないこと、聞きたいけど聞けないことを私はズバズバ行くわけなんですよ。それによって吉谷さんのビジネスの透明性が明らかになって、好感度が結局上がるってことなんですよね。これも悪事千里を走るで、最初は叩くわけですよ。こんな吉谷さん、こんなあやふやのもの売らないでくださいよみたいな感じで叩いて、多くの方がそうだそうだってなるわけですね。んで見てみると、あ、なるほど、そういうことだったんかっていうのが分かるというね。分かるからこう好感度が上がるという形ですよね。まあ、これ作戦でやってるようですけども、半分ぐらい私の本心入ってますからね。私もね、ビジネスのプロフェッショナルとして、ほとんどの人がビジネスの商材を扱いきれないってことが分かるわけなんですよ、9割以上の方がね。でもそこのほとんどの人が扱えないだろうってところに向かって、セールスをするっていうのは果たしていいんだろうかって私は考えてるんで、やらないんですよね。でもそれでもいいんだって考えてることはやると、ただそれだけなんですよ。で、あとは購入者さんが何を選ぶかなんですよね。私のような、
30年分割を選ぶのも一つだし、一発で30万50万かかるけどもチャンスが見出せそうだなと思ってそっちに行くのも一つの選択ですしね。はい、今回はですね、ミスターマヨミさんに山根さんの動画を使ってですね返信をさせていただきました。10分になりましたんで以上ですいません終わりです。失礼します。